聖教会の教会機構の図解。聖教徒とは、キリスト教の教派の一つである聖教の信者を意味する、要も、聖教信徒とも、日本ハリストス聖教会でも、頻繁に用いられる。一般には七つの全地公会議を認める、諸教会の信徒を指し、非カルケドン派に所属する教会の信徒にはあまり、用いられない。グルジア聖教会、ブルガリア聖教会、 セルビア正教会、ロシア正教会、ギリシャ正教会、ルーマニア正教会、日本正教会等、そのいずれもが正教会なのであり、同じ信仰を有している。教義、教理は全く同じであり、機密はいずれの教会のものも相互に有効であるとされ、いずれの教会に属する信徒も正教徒と呼ばれ、教会間の相互量清しは完全に行われており、 フルコミニオンの関係にある生体礼儀中の光景中央の女性が右手を所定の形に整えて額につけ十字を描こうとしている他に十字を描いている瞬間に撮影されたため右腕がぶれて映っている信徒もいるブルガリア正教会での十字行中央の彩服を着た4人は司祭。ロシア正教会信徒ギリシャ正教会信徒ロシア正教徒 ギリシャ聖教徒などの表現が各種媒体でまま見られるが、これはあまり適切ではない。ロシア聖教会、ギリシャ聖教会は、ロシア、ギリシャに存在する教会組織の名であって、教派を指し示す語ではないからである。所属教会組織を明らかに記述する場合には、ロシア聖教会に所属する聖教徒、ギリシャ聖教会に所属する聖教徒などと記述する。 しかしながら、所属協会組織は往々にして不明であることが多い。例えば民族的にギリシャ人である者が多数もしくは養殖を占める教区、正教会組織は数多くあるため、民族的にギリシャ人であるからといって、ギリシャ正教会に所属する正教徒とは限らない。他の例としては、民族的にロシア人であってもロシア正教会所属ではなく、 在外ロシア正教会の所属であったり、モスクワ総主教長系のウクライナ正教会に所属する信徒であったりするケースが挙げられる。また、現地での主要な教区に帰属することを選ぶなど、民族系統とは異なる教会に属しているケースも珍しくない。例えば、日本正教会に所属する在日ロシア人、在日ルーマニア人、在日アメリカ人などが存在することにも見られる通り、 英民族であるからといって、英民族の強い正教会に所属するとは限らない。加えて、ウクライナ正教会のように、ロシア正教会と管轄をめぐって、紛争のある地域の正教徒の中には、ロシア正教会信徒と呼ばれると不快に思う者も,もいる。ロシア周辺地域のみならず、同様の例は他にもあり、バルカン半島諸国、諸地域において、 ギリシャ正教会信徒と呼ばれると不快に思うものも存在する。したがって多くの場合、ロシア正教会信徒、ギリシャ正教会信徒と不明瞭、かつ判断の難しい術語を使うよりは、単に正教徒と書く方がデリケートな誤りを回避する上で無難である。ありがとうございます。